台風7号は今日の午後、非常に強い勢力で関東に最も接近する見込みです。災害級の大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。非常に強い台風7号は現在、八丈島の東およそ100キロの海上を北上中です。この後も非常に強い勢力を保ったまま北上し、千葉県の沿岸を進む予想です。予想最大瞬間風速は伊豆諸島で60メートル、関東の陸上で45メートルとなっています。今夜にかけて伊豆諸島、関東の1都6県、山梨県では線状降水帯が発生する恐れもあり、警戒が必要です。